ロ様のリハの時くっそ眠くて、スイちゃんもなんか朝早くて、なんか番組に出てたらしくて、すげえやつに出てたらしくて、すごい眠そうだった。地上波に出てて終わってすぐホロ様だったから、すごい眠そうだったの。やっぱ大変そうだった。結局ホロ様終わってで帰ってきたのが本当にもう日付変わった後ぐらいに帰ってきて、そっからあもうガチ眠いって思って風呂入って1時間くらい仮眠して深夜に起きちゃって寝なきゃと思って枠立てて、昨日さフォル様のさ楽屋でさ、あのフブちゃんとさオンリーアップやべえぞとコース変わったって話して、嘘でしょって言って一緒にさ動画とか配信見てた楽屋で勉強会したけど、なんか新たな人とかがね生まれてて、おいおい終わったってなった。無理だが、その日アップデだったからさ、新たな人とかが解放されてて、でその人とかを練習してる人がめっちゃたくさんいて、なんかね簡単になってるんだよね多分。難しいところがどん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 アップデートされてる感じなのかなって思うけどね。私が登り切った時よりも全然親切な気がするな。とはいえども RTA 勢にはあんまり親切ではない。毎日変わるとなると楽屋でずーっとね一緒に動画見てたりしてた。めちゃめちゃ楽屋わっちゃわちゃだったな今回。何人マジでわっちゃわちゃだった。マネージャーさんもねやっぱさ多いし、普段なかなか会えない ENJ や ID 勢と会えてガチ緊張した。 ENJ あれからもうダッシュで帰ってたしな。次の日ライブらしくて、みんなスケジュールエグすぎでしょみたいな。私も一応そういうライブとかはなかったけど、普通にオンリーアップでげっそりしてたわ。寝てなくて。私はツイートしなかったんだけど、ふぶちゃんがアクターに似合ったみたいなツイートしてて、私が RTA してんのバレたわ。家からスタジオまでガチ RTA してんのバレたわ。もう秒で出たからね。走ったしマジで汗かいたわ。お腹は空いてるし寝不足だし走るしガチげっそりしてたわてか初めてか、あんだけの大人数は。今までできなかったもんね、新スタジオにならないとできないもんね。だからさマジで疲れたわ。体力的にも疲れたし、全然みんな優しくて楽しかったんだけど、ご飯食べ終わってそう一人で帰ってる時にふうって疲れた。当分外出なくていいなってなったわ当分はいいや。フグちゃんでしょ、スイちゃんでしょ、キアラでしょ。サメちゃんは若干人見知りあるからな、そこが可愛かったわ。一緒にしちゃダメかもしれないけど近しさを感じて嬉しかった。あ、サメちゃんも静かなんだなって。大勢の時はキアラはずっと喋ってたな。喋ってない瞬間あったけど、なんか見つめられてた。喋ってない瞬間は何かしらやってるわ、やっぱ彼女は。 ID 勢もイオフィーもムーナもめっちゃわっちゃわちゃしてたしな。楽しそうだった。楽しいよね、なかなかね、スタジオで大人数でできることないだろうから。ムーナのあんなテンション高いの初めて見たな。ムーナあんなテンション高いかったんやと思って。結構クールなイメージが私の中であったからさ。イオフィーはなんかいつもなんか元気なイメージあるけど、だからすごい良かったな。楽しかったんだろうね。新スタジオについにサイン書いてきたわ。何回か行ってて、さすがにそろそろ書かないんですかってマネージャーさんに言われたから書いてきたわ。みんなどこにあるかわかるかな。ぜひ探してみてほしい、探してみてほしいとか言って、みんなはわかんないか。めっちゃ小さく書いたからアクアを探せになってる可能性がある。マーナホラ様見たらくすいてて、しーちゃんがねいつの間にか隣にいんのめっちゃおもろい。あの人も本当にいい意味で頭がおかしいよな。歌くっそうまいのに、歌めっちゃうまいし、しかもなんか
YouTube のホロライブの公式のショートで、なんかホログラスイちゃんがめっちゃ追いかけられてるみたいな予告があって、それたまたま見たら、なんかめちゃめちゃ演技派で、めっちゃ演技も上手くて、声よみたいな、歌も歌えて演技も上手いやん、で頭の回転も速いしゲームも上手いし、それでぬいぐるみを友達としている。頭がおかしい。いやでも、何かに秀でてる人は何かがおかしいって、やっぱよく言いますからね。何かネジがぶっ飛んでるから、すごい人って。その類だと思うわ。どこかネジが外れてるんだと思う。私のことぬいぐるみかなんかだと思ってるのかな。似た気質を感じますけど。カナヘイと似たような扱いを感じるもんだって。昨日の朝アプデが入ったらしくて、昨日ね、アクタンと一緒にアプデが入ったらしいよって話を聞いて、えみたいな。なんか、いろいろ変わったんだってさーっていうのを、昨日ね、アクタンとひたすらオンリーアップの RTA について話し合ってた。リアタイで RTA 奏者の方も見てて、ここ無理だよって言いながら、昨日ずっとアクタンと話してた。ムーナちゃんとグラちゃんがさ、あわあわしてたのが可愛かった。二人とも恥ずかしがり屋で、昨日めっちゃ可愛かったんですよ。昨日の悪水はずっとあんな感じでした。もうずっとさ、アクタンの横にスイちゃんがいるの。座る時も控室の席もずっとアクタンの横にいるの。ずっとベタベタして。悪水つか水悪ですけどね。カップリング的なあれで言うとやっぱり水悪なのではないでしょうか。悪水の方がちょっと言いやすいはあるんですけど。カップリング的な話になるとやはり水悪。赤さん、今日はインキャップでしたけども、やっぱ EN と ID のみんなが来たから、何ですか？どうなんですか、お母さん？なんか、仕事ですか？恥ずかしかったんですか？恥ずかしかったんですか？ちょっと緊張して。緊張してる。今も緊張しました。なんか近いに人いる。シャワーすすってますね。なんかすすってますわ。そば、ね、すすってます。アクア。アクア、そばすすってる。ね、ふみちゃん。アクア、どうして遠くに行くんだ、アクア。あ、なんだ。悪水か。アクア、水浴だ、これは。水浴。水浴ありですか？うわぁ！